この人はすごくなんか嫌な人で、はい、あのすごくかます人なんですよ、うんうん、すごくかます人だと分かります。すごくかます人で、わざとこの間なんとかなんて飲みましてね、今度一緒に行きましょうよみたいな、なるほどなるほど、誘い方するんですけど、うん、絶対呼ばれないし、なるほどなるほど、みたいなことがあって、一回その跳ねるの扉がバーッとなった時に、もうなりましたね、1年ぐらい経ってね、その人が何かで会って、久しぶりにじゃあ飲み行きましょうよって言ったら、おー行こうかって、いつが空いてますとか、忙しいですもんねって、全然忙しくないくせに言うて今はでもこれ面白ツッコミというか、うん、アフロヘアにして砕けたツッコミじゃないですか、うんうんうん、当時はまだそのやっぱ本当に技術で突っ込んで欲しかったというか、あ、なるほど、 うまい方を目指してます、うまい人になってほしいってことで、全部ボケを拾ってくれよと、うんうん、いろんなその先輩とかこう名前を出して、その浜田さんしかり、うんうん、あのフットの後藤さんとかさ、すごいだろうと、堤下、うん、の名前出した瞬間、その名前出すなみたいな、マジでキレるんですよ二度とその名前出すな、生実家、表面的には最初先輩に気に入られるし、うんうんうん、ツッコミもうまいし、そうですね、ちゃくちゃ嫉妬しましたね。